しました。そこでウォーンというただの雄たけびだけではなく、みんなで声を揃えて気持ちを奮い立たせるエイエイウォーという掛け声が誕生したというのです。ちなみにディレクターさんはエイエイウォーってどんな感じでやりますか？エイエイウォー。はい、これ違いますね。大きな石は何だろう。とっても顔はね、優しい顔してるんですね。この顔を見ると、ちょっと疲れた感じも癒されますよね。ここにはもう一つ大きな石があって、こちらなんですが、天狗の飛び石と言います。実はこの放射山ですね、天狗の伝説が。よいしょ、行けますかな。ダメ、たくんダメ、ダメ、ダメ、ダメ。それウサギダメ、本当にお前。ピアじゃない。ちょっとかわいすぎますな。いやでも特にこのうさぎニコニコかわいいね。